しぶこちゃんのショットの調子が上がってきましたよ。これはもう本人も言ってるので間違いないでしょう。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。アメリカ女子ツアーの第32戦、ザ・アニカドリブンバイ・ゲインブリッジ・アット・ペリカンの2日目の結果をお伝えしたいと思います。今日はね、 日本選手全員10番ホールからスタートの選手たちなんですけども、午前組からまず行ってみたいと思います。あの、好きな選手がいる方はね、そこだけ聞きたいよっていう、時間ないからそこだけ聞きたいっていう方は、あの、下の概要欄見てください。チャプターがありますので、そこをクリックすれば、そこからスタートしますのでね。あの、そういうふうに長い動画なので、ちょっと、あの、いつも話が長くなっちゃうんでね、そこから聞いてほしいなと思います。 で、最初、午前組、勝みなみちゃんから行きましょう。まず、あ、勝みなみちゃん。まあ、10番からって言いましたけどね。10番からスタートして、いきなりバーディースタート。で、4つ伸ばして折り返したんですよ。で、まあ、朝から風が強くて心配だったって、勝みなみちゃん本人は言ってたんですけども、この1番の難しい10番からスタートして、ここでバーディー取れたので、 ここでもうすぐ、こう、パッドのフィーリングがつかめたと。すごく良かったと。いい流れでいったというふうに言ってましたね。で、折り返して1番でバーディー取れて、その後バーディーが来なかったんですよ。で、8番でね、ボギー打ってしまって、なんかこのボギーが、勝みなみちゃん曰く、5つバーディー取ったんだけど、全部調、消しになっちゃったんじゃないかっていうぐらい悔しかったと。言ってましたね。 はい、今日は5バーディー1ボギーの4アンダーで回りました。トータルも4アンダーですね。で、スタッツ見てくださいよ。まあまあ、あの、いつもフェアウェイキープがあまり良くなかったとしてもパオン率を上げていくタイプの勝みなみちゃんですけどもね。まあ、飛距離もある程度出て、で、パオン率も上げてきたので、まあなかなかいいと思いますよ。本人もね、 あの、ショットはいいけどずっとパッドが入らないってずっと言ってたんですけども、パッドのフィーリングがつかめたら、まあ伸ばしてくるだろうなと。で、インタビューでもね、まあなんとか5位以内目指してね、頑張っていきたいと言っていた通りね。まあこれ伸ばしていけるんじゃないかなと。残り2日間ね、パンオン率も8割超えてますから、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。で、次です。吉田ゆりちゃんいきましょう。 はい。吉田ゆりちゃんも10番からスタートして、10番から3連続ボギースタートだったんですよ。いや、これ、まあ映像があまり見れてないですけども、14番で取り返したとはい,いね。まあその後のこう、ボギーも多く、バーディーは取れてるんだけど、ボギーも多く。今日は4バーディー取ったんですけど、7ボギーで3オーバーでしたね。トータルで4オーバーと。まあ、スタッツ見てもね、 やっぱりこのパーオン率見ていただければね。まあやっぱりショットがうまくいかなかったのかなと。風がやっぱりね、あの強かったのと、ただ風が強いだけだったらいいんですけどね、昨日と全く反対から吹いたりとかっていうのが、あの、惑わされたという感じでしょうかね。まあ一言で言えばもう最低な一日でしたというぐらい、吉田ゆりちゃんにとっても、あの、あまり良くなかった一日だったようです。で、 あの、ポイントの件なんですけどね。まあ、100位以内に、まあ、入れば、これね、予選会出なくて済むんですよ。だけど、今、ちょうど100位で。で、ちょっと予選落ち、もう確定みたいな感じなんでねあ。まだ終わってないんですよ、全員。まだフィニッシュしてないうちに、私喋り始めてるんで。 あの、この喋り終えて、結果のところで多分全部結果が出てる頃かなと思うんで、そこでもう一度話します。もう一度、あの、100位以内いけるかどうかっていうのはね、もう一度確定してから喋りますのでね。今のところ、あの、速報ではね、あの、1 0位、1位なんですよね。だから、吉田ゆるちゃんを抜かした選手が一人いる。その一人の人が予選通過したかしないか、 もしくは予選通過してもこの順位だったらもしかしたら吉田ゆりちゃんあの100位にまあなれるかもしれないというのをちょっとねお話ししていきたいと思いますね。で、まあ、あの QT ね、もし受けることになっても準備してますと以前から言ってました。で、受けることになったとしても日本の QT も受けるっていうんですよ。 日本の QT も受けて、アメリカの Q シリーズも受けてと。予選会両方受けますと。いう準備をしていると。これね、予選通過ならなかったと、まあ、オーバーだからむ難しいと思うんですよね。まあ、あの、全員をフィニッシュしてないですけど、かなり厳しいと思います。ここまで予選カットラインが降りてくることはまずないかなと。だけどね、あの、畑岡奈紗ちゃんでも、 初年度はあまり成績が良くなかったです。あの、日本シリーズ、あの、日本女子オープン。日本シリーズは野球か。日本シリーズじゃなく、日本女子オープン。で、高校3年生のアマチュアの時に畑岡奈紗ちゃん優勝、いきなりアマチュア優勝してね。メジャーでいきなり高校生が優勝したっていう。あの時、翌年、あの、アメリカツアー、9シリーズ通ったのでね、アメリカツアー、あの、参戦しましたけども、初年度はあまり良くなかった。 もう一回9シリーズ受けなきゃいけない順位でフィニッシュして1年間戦ってね。ダメだったんですよ。で、9シリーズ受けたら見事トップ通過だったんですよ。それで今の地位を築いてると。だから、吉田ゆりちゃんもね、多分その自信はあるんじゃないかなという気はしてるんですよね。まあ、年間通してだと自分のゴルフの調子の波もあったりして、で、出場機会に恵まれなかったりとか、 あの、いろいろあるんで、どうしてもね、なかなかこう、うまくいかなかったりする面もあったり、あの、アプローチの場面で、こういうアプローチのシチュエーションは日本にはないな、という感じの場面で打たされたりっていうのをね。あの、パエちゃんも言ってたでしょ。ああ、パエちゃんってのは有村千恵ちゃんね。有村千恵ちゃんもアメリカ行って帰ってきたときに、 これ日本のコースでね、アメリカツアーのコースの練習をしようと思ったら、何にもないランニングアプローチができるところでふわっと上に上げたりっていう、そういう練習をし,していかないと、こりゃアメリカツアーの使うコースでの練習に全くならないと。日本にいたんじゃ無理だと。いうふうに言ってたぐらい、全然こうシチュエーションが違う場面っていうのがたくさん出てくるのがアメリカのあの、コースなんですよね。なので、 そういった面で慣れてない面もアジャストしていくっていう。そこで打たされるようなショットをしなければいいんだけども、さすがにいくらトッププロとはいえね、ミスはするもんですからね。なかなかそういった場面、で食わすことが多い。ので、さらには日本のツアーだとね、そこまで難しくしてる、あの、コースってあまりそういう試合ないので、たくさんは練習できないと。ないことはないけれどもね。 だけど、あの、こういうアメリカツアーで戦ったのを糧にね、もし旧シーズンダメだったとしても日本でプレイするために QT を受けると。あの、メジャー取ってるから、あの、複数年シード行使すれば別に出られるんだけども、まあ、通る自信があるでしょうね、多分ね。QT 受けますと言ってるんで、まあ、QT を受けて、のし上がっていって、また優勝ね、して、 行く自信は多分あると思いますね。あと、アメリカの、あの、女子ツアーのホームページでね、吉田ゆりちゃんのインタビューが、映像が載ってます。英語で質問されて、英語で答えると。いやー、発音もね、なかなか綺麗だしね、まあ。全部は分かってないみたいですけど、通訳も、あの、そばにいてくれてね、補助的な感じで、あのー、分かるのはそのまますっと英語で答えるし、 わからないところは、あの、今何て言ったのっていう感じで聞きながら、あの、答えたり。それで言葉が出てこないときは、あの、この日本語なんて言うんだっけとかって、あの、聞きながら答えたりして、一生懸命、あの、受け答えしてる姿はすごいなと思いますよね。一生懸命、英語でね、全部やろうとあのしている姿っていうのはね。いや、外見も可愛いしね、あれですね、アメリカの人たち、 まあ、向こうのアメリカ人だけではないかもしれないけどね。世界中で見てる方。やっぱり吉田、英語圏の方はね、吉田竜ちゃんのファンが増えたんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、なんとか結果がどうなってもね、頑張ってほしいなと思います。それともう一人ですよ。稲見萌音ちゃんです。萌音ちゃんも今日はちょっとボギーが多かったですね。3バーディー取ったんですけども、6ボギーが。 3オーバーと、トータルで4オーバーですね。まあ、スタッツ見ただけではちょっとわかりかねますけれども、まあまあ、あの、数字的にはそんなに悪くないんじゃないのっていう感じじゃないですか。フェアウェイキープ率も75%ぐらいいってるしね。で、あの、パーオン率はモネちゃんにしたら悪いかもしれない。67%ぐらいですか。12、12だからね。 それぐらいだと思うんですけど、7割いってないと思うんですけども。まあ、それでもね、スコアは作れるし、その、パンンしたところの場所によってね、バーディー取れたり取れなかったり、でもアメリカツアーだともうちょっと上げていかないとダメかなという印象ですよね。パン率同じこの18分の12だったとしてもね、ショットがついてチャンスにつく回数が多かったらもうちょっとボギーが少なかったかなと。 いうのはあったり、あの、チャンスにつくとバーディが増えるっていうのもあるし、やっぱりチャンスについて、あの、乗ってくるとね、なんか無理して狙わなくてもとかね、あるでしょう。攻め方が変わってくるでしょう。だからもう連続ボギーなんかが、あの、来た時なんかは、ちょっとね、まあ、精神的にも追い込まれていたんじゃないかなとかって思ったりしたんですけどね。 まあ、モネちゃんはどうするんでしょうかね。そういったことはあまり聞かないですけどね。まあ、インタビューとかでもあんまりないんですよね。もしかしたらワウワウさんがインタビュー取りに行こうとしてるんだけれども、そういう感じの雰囲気をね、醸し出してるのかもしれない。<laughs> 寄せ付けないような。インタビュアーがね、あの、こんだけ成績良くないんだから、近寄らないでみたいな、そういうオーラを出して、インタビューをね、 別に断ってるわけではないんだけれども、あの、無言の圧力でね、インタビュアーを遠ざけているのかもしれないですけどね。<laughs> わかんない。こればっかりは。あの、ワウワウの方に聞いてみないとね。はい。ちょっと、あの、なかなかワウワウにも映ってこないし、どうなのと。私もっと映せよ、と。そういうふうに思ってるかもしれないしね。まあ、わかんないですね。こればっかりはちょっとね、本人や、あの、ワウワウさんに聞かないとわからないですけどね。はい。まあ、ちょっと、 この成績では100位以内には入れないということで、吉田ゆりちゃん同様、あの、旧シリーズになるかなという感じですけどね。旧シリーズ受けるのか、もう日本に帰ってくるのかはわかりません。はい。もういいやと。ちょっと経験したから、もういいや。と。私はもともと、あの、日本で A 級シードを取るっていうのがもう第一の目標だったから。まあ、とうとう、勝っちゃったから。権利があるので、ちょっと試しに行ってみただけで。 アメリカツアーでずっとやろうとは最初から思ってませんでしたという感じになってくるのかはわかりませんけどね。まあ、その後に結果は出るでしょう。モネちゃんの、あの、移行というかね、どういう風にしていくのかっていうのは、あの、これから明らかになってくるんじゃないですか。まあ、ニュースを待ちましょうって感じですね。はい。そして、ナッサーですね。もう、アメリカツアーでは主のように日本選手の中ではなっておりますけど、 まあ最近では一番この、畑岡奈紗ちゃんの活躍がみんなの、あの、アメリカへの道を切り開いてくれた第一人者ですけどもね。今日は5バーディー、2ボギーの3アンダー、トータルでも5アンダーまで伸ばしています。ここまで伸ばせれば優勝圏内にこう、あの、顔を出してくるかなっていうところまでいけるでしょう。まだ終わってないけどね。で、スタッツ見てください。今日はフェアウェイキープ100%です。ね。 まあ、これを見る限り、ナッサーがここまでフェアウェイキープできれば、まあ、パフォオ率も上げてくるだろうな、というのはあったんですけどね。この数字どうなんだろうナッサー的にはあれなのかなちょっと難しいコースだからこれで上場と思ってるのかまあ、チャンスにつければ、なんとかいけるだろうとかって思ってるのか ちょっと、あの、本人のインタビューがないので、ちょっとわかりませんけどね。ショットの調子がいいか悪いかとか、ナッサーはインタビューで全部答えてくれますよね。いつも。まあ、今課題としているのはこういう課題に取り組んでるとか、そこまで話してくれるんで、ちょっともうちょっと、あの、インタビュー、あの、聞ければなとかって思ったんですけどね。まあ、フェアウェイキープ率、あの、9割ぐらい取ってますからね。で、フェア、あの、パーオ率も70%超えてますから、 ま、チャンスにつけば、どんどん、あの、バーディーラッシュ、できる人なんでね。まあ、ツアー選手権、来週の、もう、女子の、あの、アスリートが、チャレンジする、その、試合っていう中では、この女子ゴルフの最終戦が一番高い優勝賞金になっているというふうに言われていますね。日本円で6億円。優勝賞金が6億円と。去年ね、 3億円だったんですよね。あの、賞金額が倍になったんですよね。だから去年、エイミー・ヤンが勝ちましたけど、エイミー・ヤンね、ちょっと、え、なんだよ、私去年優勝した時はね、半分だったのになんで今年倍になっちゃうのとかって思ってるかもしれないけど、ね、<laughs> まあ、あの、ナッサーがそういうところで取ってくれるかどうかっていうところですかね。はい。まあ、ずっと見てた方はナッサーのファンが多いからね、本当にこう、ゴルフに、あの、詳しくて、 ま、長年ゴルフやってらっしゃる方とか、もしくは、まあ、あの、ゴルフの細かいところを見るのが好き。だから日本選手に限らず海外の選手も見てるっていう方は、ナッサーファンの日本人の方多いんじゃないかなと思うんですよね。なので、そういったゴルフに詳しい方は、ちょっとね、ナッサーすごく応援してる子だと思うんで、頑張ってほしいなと思います。はい。そして、午後組行きましょう。西村ゆなちゃんですね、最初にね。 やっぱり風強くなってきたよね。結構風強くて、午後になってくるともっと強くなって。まあ、西村ゆなちゃんのミニスカがめくれてね、インナーパンツがめくれて見えちゃうような、そんなシーンも多かったですけどね。はい。インナーパンツが好きな方は、あの、目の保養になったかもしれないですけどね。私はあんまりこう、あれで興奮することないのでね。<laughs> 別に見せパンだしね。インナーだからね。はい。あんまりこう、ね、 そういうの見ても、うーんーって、あの、おおとか、あんまりね、あの、思ったりは、私はしないんですけどね。友達がね、そういうの大好きでね、今見えたんじゃないとか言ってね、<laughs> 言ってるやついますけどね。いや、別に見えたっていいでしょうとか。西村ひ奈ちゃんも、あの、ボールセットしてね、パターの時にね。ミニスカなんだけど、ちょっとインナーが見えてしまうような、こう、股、ま、の開き方、ちょっとしてしまいますよね。ついついね。はい。まあ、 あんまり気にしててもしょうがないしね。まあ、海外の選手たちは、がっつりまた開いてね。ミニスカなのに、がっつりまた開いてね。インナーパンツ丸見えで、あの、ボールセットしますけどね。西村優菜ちゃんもん、ちょっとそんな感じになってきたね。ちょっと股が開くようになってきちゃった。<laughs> はい。まあ、アメリカにこう、馴染んできてる感じかなと思いますね。昔はもう足ぴったり引っつけて、 しゃがんでボールをセットした。でも、あれね、男でもやってみるとね、あ、窮屈だなぁと思いますよね。まあ、男は余分なものがついてるからね、より窮屈なんですけど、女の子もね、パンツが見えないように、あれするとね、まあ、ちょっと、あの、窮屈ですね。まあ、ちょっとまた開いた方がボールセットしやすい。だから、ナッサーとか、あと、最後、まおちゃんとかね、あの、さそゆかちゃんとか、あんまりこう、スカート履かない選手っていうのはね、まあ、ショートパンツとか、あのー、 まあ、長いパンツルックの,あの選手たちはもうまたがっつり開いてね、ボールセットするっていうタイプの人が多いですよね。まあ気にしないで、あの、ゴルフができるっていうことでね、多分。はい。まあ、あの、体型うんぬんではなくてね、体型うんぬんでも、あの、ね、えっていう人でも <laughs>、ミニスカートでいつも履いてる子いるでしょね、海外の人ではね、はい。誰とは言いませんけどね。 今日は西村稲ちゃん、ンバーディー、ーボギーでしたね。10番からスタートして、先に14番でバーディー来たんだけどね。15番のパー3はね、あの、ンピンぐらいについたんですけどね、カップに蹴られたんです。あ、これはね、パーパットね。パーパットがワンピンぐらいなんですよね。ショットがついてバーディーパットじゃなかったんですね。最初バーディーパットのところかなとかって見てたならあパ、これパーパットですと言ってたんでね。 まあちょっと飛ばしながら見,た見てしまうとね、ちょっと見逃してしまいますよね。で、これパーパッとカップに蹴られちゃってね、ちょっと強かったんだよね。もう若干弱ければ、もうぶち込んだんですけどね。はい。で、スタッツ見てください。ゆなちゃんは。まあ飛距離が出ない分、ちょっと厳しいコース、コースというか、あの、ホールが結構ありましたよね。それでもなんとかね、踏ん張ってたから、 もう18番なんか今日の,あのピンの位置なんかはちょっと厳しかったよね。まあ、それでもね、なんとか、あの、ボギーで収めてね、頑張りましたけどね。ちょっと、このコースは、ちょっと距離の出ない子にとっては、かなり厳しい、あのー、コースになっていますね。距離の出ない人に、こう、あのー、なかなかスコア出せないような感じになっていると。 逆に曲げない飛距離の出る人はもうどんどん伸ばしていけるという感じですね。息があんまり気にならないとかね。そこまで飛ばせる人なんかは。はい。だから、コース的に相性が悪いんだけれども、よく踏ん張ったと私は思ってますね。はい。で、次行きましょう。はい。最後、まおちゃん行きましょう。最後、まおちゃんは、やっぱり、あのー、CM いらん、 僕はもうベスト10入ってますからね。来週も出れるし。まあ、あとは優勝かなという感じでしたけども。ルーキーオブザイヤーがかかってて、まあでも、まあ、ほぼ9割9分、最後まおちゃんで決まりだよねって私思ってたんですよ。で、今日ね、3バーディー、5ボギーの2オーバーで。今この辺がね、まだ終わってないんだけどね、この辺がカットラインになってくるんですよ。 で、カットラインの下行ってますね、今んとこね。だから、ちょっとこのままだと落ちてしまうと。まあ、後で結果のとこではお話しします。多分その頃には、結果は全部できってるかなと。フォローアウトみんなしてるかなと思うのでね。はい。で、まあ、スタッツ見ても、ちょっとフェアウェイキープとパンオン率、両方、これね、あまり良くなかった。 で、パッドス28だけど、これね、寄せワンでね、アプローチでちゃんとパワーを拾ったっていうところが多かったんじゃないかなと思うんですけども、ルーキーオブザイヤーなんですけどもね、最後、マオちゃんのルーキーオブザイヤーのポイントは934ポイント。2位の韓国、イムジンヒが788ポイントなんですよ。で、その差が146ポイント差なんですよ。もうほぼ決まりでしょう、というポイント差です。でも、優勝すると150ポイント入るんで、 ルーキーオブザイヤーのポイントってね、CME ポイントと違いますから。ルーキーオブザイヤーのポイントは優勝で150ポイントです。だから、146ポイント差がひっくり返るんですよね。だから、最後、まおちゃんが予選落ちしてゼロで、で、イムジンヒが優勝するとひっくり返ると。で、イムジンヒ優勝争い今してるんですよ。成績いいんですよ、この、この大会。わかんないですよ。優勝するかもしれないですよ。 で、イムジンヒが2位だったら80ポイントですからね。まあ、最後まーちゃん予選落ちしようが何だろうが、もう最後マーちゃんの勝ちです。なのでね。まあ、イムジンヒが優勝以外であることを、あの、願いたいなとかってね、ちょっと思ってしまうんですけどね。相手のね、成績悪いのを願うっていうのはどうかなと思うんですけどね。まあ、ほぼ最後まーちゃんで決まりかなとは私は思っておりますね。優勝以外。 イムジンヒが優勝以外は、最後まおちゃんがルーキーオブザイヤーですね。今の JLPGA 会長、小林博美会長以来の受賞ということですね。はい。そして最後まおちゃん。最後まおちゃんは今言ったか。あの、佐藤ゆかちゃんね。同じ作業だからね。間違えましたね。まあ、ジャンボ軍団だしね。同じね。佐藤ゆ香かちゃんも、 まあ、すごくいい時と悪い時の差が激しいですけど、今日はもうその典型となってしまいましたね。10番からスタートしてバーディーが来なくてずっとボギー続き。はい。一時は7オーバーまで落として、7番のパー5でようやく一つ取っての76、6オーバーということでした。はい。で、スタッツ見ると、やっぱりね、あの、フェアウェイキープ率は、 ま、そんなにね、あの、気にしなくていいかなと、さっさとゆかちゃんの場合、飛距離出るんでね、そんなに気にしなくていいかなと思いつつも、やっぱりここまで悪いと、結構厳しいかなという感じですけどね。まあ、それでもね、あの、初日が良かっただけにね、あの78、78%超えてるんですけども。でも、まあ、パオン率だよね。パオン率5割切ってると、 これはちょっとスコア作るの難しいよねという感じですよね。まあちょっと映る時間がほとんどなく、あの、まあこういう日があったり、めちゃくちゃ良くてね、あのメジャーで優勝したりとか、まあそういったことが、あの、佐藤ゆかちゃんの特徴ですけどね。でも何年かに一回メジャー取るっていう選手、で、いつもあの上位に来たりする時もあるし、 でもまあ予選落ち、もう全然ダメだよねっていう予選落ちの仕方っていうのも見せたりっていうのはね、まあジェットコースターでね、それが面白いんだよっていう人もいるけども、安定した成績を残す選手が好きっていう人はどうしてもさ生そゆかちゃんのプレーはなんか好きになれない人が多いのかなという感じですかね。はい。そして最後、お待ちかね。渋子ちゃんです。渋野日な子選手の登場。 で、10番ホールからスタートする前にね、スタートコールで、こういうことを言われました。まあ、岡山ジャパン。ハッピーバースデーって言われて、ボールをセットして、かがんでたんですよ、しぶこちゃんね。で、そのハッピーバースデーっていうのを聞いてね、えみたいになって、<laughs> そのスタートコールのおじさんの顔見、見、見、見ましたね。<laughs> え、なん、え、今、ハッピーバースデーって言ったみたいな感じで <laughs>、ちょっと笑ってましたよね。 ハッピーバースデーは聞こ聞,き聞き取れたのでね <laughs>。まあ、面白かったですね、あのシーンはね。はい。で、まあ、10番からスタートしたわけなんですけどもね。まあ、10番のパー4、これセカンドショット乗らなかったんですよ。グリーン乗らなくて、グリーン外したんですけども。で、同じところに外した、同組のね、中国の、チェン・スー・チアっていう選手がいるんですけども、先にね、この選手が打ったんですよ。 で、ポンと打ってから、え、これはデカすぎるでしょうと思って、ピンをね、大きくオーバーしたんですよね。で、転がっていって、そしたら奥に傾斜があるんですよ。この傾斜がきついんで、そこまで行って、スーッとまた、あの、ボールが戻ってきたんですよね。その傾斜をもう最初から利用するつもりで大場面に打ったんですよ。それでパンを取りました、ここね。あ、こんな攻め方あるんだと思って。 じゃあ同じようなところからしぼこちゃんです。今度、アプローチ。どうするのと。だけど、そんなことは今までやったことがないから、いつも通り打とうと思ったんでしょうね。フェースを開いて、上げて止める。で、手前にピタッと止めて、1メートルぐらいに寄せました。よし、パースタートだと。思ったらこれボギーだったんですよ。これ外したんだよね。1メートルぐらいのパーパット。いや、これはもったいないなと。 いや、最初のホールだからね。まあ大事に言ってほしいかなと思ったけど、なかなかそうはさせてくれない。もうみんな10番はちょっと難しめだよねと。18番めちゃくちゃ難しいよね。とかってみんな言うんですけどね。ここで取れなかった。で、次の11番はね、またグリーンこぼしたところから、かカラーからね、パターでね、寄せに行ったんですけど、これ惜しいパットだったんですよね。もう少しで入りそう。で、 まあ、あの、お先にっていうことでね、先にパーを拾って、次に12番。これね、奥に行っちゃったんですよね。ギャラリースタンドがあるから、ここはね。で、まあ、ドロップゾーンがありますから、そこのドロップゾーンからのアプローチだったんですけど、まあ、グリーはね、あの、砲台グリーンになってるので、まあ、土手に当てて転がし上げるっていう感じでね、打つのかなと。こういうショットは、しぶこちゃん、結構得意なので、 毒に、な、毒にじゃない。土手に、ポンと当ててね。で、転がし上げて、うまく寄せるかなと思ったら、思ったよりスピードが食われちゃってね。グリーン乗ったところでもう止まってしまったというぐらい、あの、スピードが、まあ、食われてしまったんですよね。もうちょっとだったんですけども。で、今度、下りのパッドが残っちゃって。まあ、ちょっと意識しすぎたかな、ここはね。 あの、パ、このパッドが届かずにショートしてボギーでした。ちょっとね、この辺は、あれっていう感じでね、しぶ子ちゃん大丈夫かなと。まあ、ドドドドドっと、ボギーが続いて、めちゃくちゃなスコアになってしまうのかなと。なんとかバウンスバックしてほしいなと思ったら13番取りましたけれども、ワウワの方でね、アナウンサーが言いました、ここで。あ シブの13番で撮りましたね。うわ、映せよと。<laughs> おいと。映 <laughs> せよどうなってんだわうわうと思ってね。叫びましたけどね。まあ、後ろからね、西村ゆなちゃんも、あの、プレイしてるしね。西村ゆなちゃんの12番の方を映してましたけども。このバーディーシーンがね、撮れてなかったんですよね。これはやっぱりね、あの、私も頑張りますけど、皆さんがね、 ワウワウの加入,加入者をもっと増やすような努力をしていかないと。ちょっと限られたテレビカメラの台数じゃ無理ですね。西丸ゆなちゃん映さないわけにはいかないと。まあ、後ろから来てますからね。だから、ちょっとね、しぶこちゃん、だけ映すしぶこチャンネルみたいな風にはならないので、絶対的にね。それはあの、しぶこちゃんのスポンサーたちがもうこぞってね、応援するっていうことでね。 お金を出し合ってね。そういったことを、あの、ワウワウさんにこう、願い、願いってね。あのー、申請して。そういうね、日本人専用カメラは、あの、しぶこちゃんは映りません。その代わり、しぶこちゃん専用カメラっていうのが一台つきます。っていう感じにもし、ね、お金をこぞって出してね。そういったことになれば、皆さんそっち見るでしょうけどね。まあ、無理だね。今の段階ではね。 他の選手全然映さないって言ってね、文句言う人もいるでしょう。モネちゃんファンなんかはすごくね、文句言ってる人が多いんじゃないですかね。<laughs> なんでよつって。で、14番はパー5、ここ取れなかったんですけども、その次の15番のパー3でね、ここ T ショット、2メートルちょっとにつけて、これを壁ドンで決めました。これですよ。渋子ちゃんといえば壁ドンです。 このパッドが来て、まあ、これで、ラインがきちんと読めてればね。ラインがきちんと読めてないと壁ドンでは打てないでしょ。ねえ。特に下りのパッドなんかは。スーッといっちゃうもんね。2、3メートルオーバーしちゃうもんね。だから、まあ、この壁ドンが出てきたっていうのはいいことだなと。だけど、落とし穴。難しい18番ですね。ここ、T ショットフェアウェイしっかり置いて、 ああ、やっぱりドライバースイングいいなと、鋭くなってきてるなと、いうふうに、まあ、その時は思ってたんですけど、セカンドがね、やっぱりこのパー5、パワー4ね、セカンド、まあ、セカンド地点からグリーンの方向を見る、選手側から見る、あの、シチュエーションとしては、右手前に全部池があって、で、その上にピンが切ってあるんで、まあ、池越えの、あの、ショット、 正確に打てないで、ちょっと芯を外してペラッとなっちゃうと、全部池に入っちゃう。それを怖がって、少し左を狙っていくと、難しいアプローチが残ってると。どういうことが難しいかっていうと、あの、左に外しました。で、ピンを狙っていくと、池に向かってアプローチすることになってしまいますよね。で、グリーンの、あの、端っこが盛り上がってるんですよ。左に外すと。 で、そっから、あの、ピンが切ってあるとこまで全部思いっきり下ってるんですよ。かなり下ってるんですよ。かなり下ってるから、これね、この下りのところにね、落としてしまうと加速、加速してね、全部池に入っちゃうんですよ。アプローチで池に入っちゃうんですよ。これ渋子ちゃん、今日やっちゃったんですよね。でも、これ、風が強くてね、これセカンドショットで、パワー4のセカンドですけどね、 パワー4のセカンドで、スリウッドで打つしかなかったんですって。まあ風が強かったんで。まあアゲンストの風が強く吹いてたんでしょう。もうピンを狙っていくのも厳しい。ちょっと芯外すともう全部池になっちゃう。アゲンストの風なので。そこまでこう、正確なあのショットは、ここまではちょっと厳しいかなと。だけど、まあそうやってピンを狙うのも厳しいし、 で、ピンの左側狙っていくっていうのも、まあグリーン外してしまうとね。まあこれかなり厳しいわけですよ。アプローチがね。で、まあさっき言ったようにアプローチ、あの、土手にこう当ててね、スピードを殺して転がし上げるんですけども、やっぱり下ってる傾斜をね、転がっていかなきゃいけないので、加速して加速してどんどん行っちゃって池まで行っちゃったと。 ま、他の選手もこういうシーンが結構あったと言ってましたね。で、そこで3打目でね、池入っちゃったから、まあ、ペナルティーがあるのでね、ドロップしてから5打目でしょう。で、このドロップするところね、あの、マネージャーのミミさんがキャディーやってますけどね、傘でボールが池に入らないようにね、あの、傘を開いた状態でね、待って、で、しぶこちゃんドロップするんですけど、全部池入っちゃうような感じで、コロコロコロって転がっちゃうんですよね。傾斜がきつい。 で、あのー、二回ドロップして転がっちゃうんだったらもう落ちたところに置けるんですよね。そのままそっと置いて OK なんですけども、それでも動いて池落ちちゃうと。で、競技員呼んだんですよね。で、競技員は、まあ、近づかなければこっち、こっちね、あのー、もうちょっとずれていいよと。結構な位置までずれ、ずれさせてくれましたけどね。これでアプローチ2メートルぐらいショートしてしまって。でもこれよく入れたんだよね。 いや、俺、トリプルボギーだと、ちょっとね、頭よぎりましたね。あ、ここトリか、と。ちょっと、あの、思いました、正直ね。正直、トリだと思いました、私は。だけど、これぶち込んでね。いやー、なんとかボ、ダブルボギーで済ませました。しぶこちゃんも後でインタビューで言ってました。まあ、ダブルボギーで済ませたのは良かったと。まあ、トリプルボギーになるところだったという感じでしたね。三打目で一気に入れるとはって思うでしょう。 みんな入れてた、入れてたんだって。これ左に外しちゃった人。まあ、飛距離出ない人なんかは特にね。西村ゆなちゃんもここボギーだったけどね。よくボギーで済ませましたよね。だって、しぶこちゃんで3オットでなんとか届くんですよ。だけど、そこまでこう、しっかり飛距離出せるかっていうと、まあ、池ずっと、あの、真ん中から右に向けて全部池だからね。らそれはピン狙えないでしょ、と。風がなかったら別だけどね。 だから、ここ、飛距離すごく出せる人が短いクラブで、あの、風を読みきっちりして、ビタッとつけてくるっていうのはあるかもしれないけどね。まあ、大体の人は、あの、まあ、ボギーとか、パーで済ませたら OK みたいな感じですよね。はい。で、まあ、後半に入ってからね、1番。これね、7メートルぐらいあったんですけど、バーディーパッドこれ、あと一筋惜しかったんだよね。 これ入ってれば3連続もあったかなという感じの惜しいパットでした。それはもう後からの話になりますけどね。この段階では惜しいなっていうだけでしたけどね。後から考えたらね、ここ3連続来てたなとかってね、思ったんだけど。で、2番はね、これね、横幅10ヤードぐらいしかないんですよ。よく同じ段に乗せてきたなと。ショットはいいじゃないというふにね。やっぱショットがね、良くなってきてるなっていうのはね。 で、4メートルぐらいのバーディーパットなんですけど、これね、届け、届けって。ちょっとね、ショートしてね、あの、入らないかなと思ったんだけども、届け、届けってね、あの、心の中で思いながら。そしたらさ、あの、一緒に回ってたリュウ・ルイシンのキャディさんがね、でかい子でね、あの、入れ、入れって言ったんじゃないあの、海外の方だから日本語ではないだろうけど。そして、しぶこちゃんも笑ってたんです。これ、なんとか届いて入ったんですよ、バーディーパットね。これね、しぶこちゃん、 まあ入って嬉しいじゃなくてね、その、竜瑠心の、あの、キャディがそんなにでかい声でね、入れ入れってね、応援してくれたことにこう、笑っていたんですけど。で、キャディやってるミミさんもね、まあ持ってたピンを、あの、もう、あの、しぶこちゃん入れたから、まあ行かなきゃいけないね、次のホールの準備するってことで、ね。まあ竜瑠心の、そのでかい声出したキャディにね、ピンを渡しに行ったんですよね。で、渡した時に、 まあそ、そんなでかい声で応援してくれてありがとうみたいな感じで肩を軽くポンポンとね、あのミミさんも笑って叩いてましたね。あ,あのシーンはいいシーンでしたよ。同じ組のね、キャディさんがね、応援してくれるっていうね。そういうね、応援してくれるキャディさんだからっていうのもあるんだけども、やっぱりぶこちゃんっていうね。やっぱりあの、中国のチェーンスーチャーもそうだし、 劉瑠璃心もそうだけど、やっぱり格上のね、ひなこしぶのと一緒に回れる、メジャーチャンピオンと一緒に回れるっていう、まあ、そういったのもあるんでしょうね。やっぱりね、あの、笑顔で、あの、話、劉瑠璃心とね、途中でフェアウェイ上で、あの、なんか喋ったりしてましたよ、しぶこちゃんね。まあそういった、あの、仲良くしてくれる、笑顔で答えてくれる。いやスマイリングシンデレラがいると。 っていうふうに二人思ったのかなとかって思いながら見てましたけどね。あの、普段そんなに笑顔を見せないリュウ・ルイシンも、あの、今日はなかなか笑顔の一日でしたね。渋子ちゃんと一緒に回ってて。あんまりこうね、無表情で回る選手なんですけど、いつもね。あの、テレビカメラに映るときは。まあ、今日結構笑顔が多かったですよ、リュウ・ルイシンね。で、3番のパー3はね、3メートルぐらいについてね、 ここはちょっと下りなのでね、どうかなと思ったんだけど、これをぶち込んでね、連続バーディー。だから、さっき言った1番がね、いやー、あれもったいなかったなーとかって思ったら、この4番のパー4ですよ。ここに、ね、ピンに絡んだんですよ。今日一番ついたのがここじゃないかなと。ピンに絡んで、短いバーディーパッドこれが外したんですね。まあ、1メートルちょっとかな、2メートルなかったと思うんだけど。 これを外しちゃったんですよね。だから、4連続来ててもおかしくなかったんですよね。いやー、これはちょっともったいないと思い、思ったんだけど、まあまあ今日、4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーがあっての70イーブンですね。2日間ともイーブンで。で、しぶこちゃん、まあスタッツ見てくださいよ。はい。まあ、フェアウェイキープ率がこれすごいでしょ。 ま、いつもそんなに、こう、あの、良くない感じの時が多かったのが、やっぱりショットがね、あの、ドライバーショットが切れてきてる、あの、鋭くなってきてるっていう通りね、自信持って触れてきてる。で、自信持って触れてきてると、やっぱりね、フェアウェイに置きたいっていう自信のなさから来る、あの、ショットの乱れでね。やっぱ曲げたくないってなるとね、そういう、あの、曲げたくないんだけれども、<laughs> やっぱり曲がっちゃうとね、 そういったのは、あの、ゴルフやる方は、あの、経験してると思うんですけどね。やっぱり自信持って、振り抜いていくと、やっぱり、ちゃんとフェアウェイに残るとで。9割ですからね、約。28分の25ですもんね。約9割です。で、パーオン率も63、63%いってるから、ね。まあまあ、いいんじゃないかな、と思いますけどね。まあ、しぶこちゃん、こういう感じでしたけどインタビューでね、 言ってたんですよ。全体的にスイングがいいですと。だから、このスイングの良さで、このスコアっていうのはちょっと悔しいと。だから本人的には、今の状態、今の自分の、あの、客観的に見たスイングの状態がすごくいいんで、いい分じゃもう、あの、納得いかないと。しっかりアンダーで回るぐらいじゃないと、納得いかないっていうのが本音じゃないかなと思いますね。だからまあ、 あの、今回はパー70ですから、まあ、60代で回るのが、今のこのショットの状態だったら普通でしょうという感覚でいるようなので、すごく、あの、これから、まあ、イーブンパーだったら多分予選通過できると思うのでね、大丈夫だと思うんですよ。なので、頑張ってほしいなと、巻き返してほしいなと思いますね。で、結果なんですけども出たかな全員ホールアウトしたかどうかですね。 あ、またサスペンデットですね。あの、一組か。今見てるんですけど、一組だけ。ちょっと17になって、あの、フィニッシュの F のマークがついてない選手が3人ほどいますね。はい。なので、完全に決まりではないんですけどもね。まあ、その人たちがね、あの、大幅に崩すって人、あと18番ホールで大きく崩すっていうことはありえなくないでしょ。0%ではないので。 もしかしたらこれ、あの、カットラインが変わってくる可能性もあるから、まだ決まりではないです。だから暫定順位今日発表しますね。はい。私、声吹き込んでる時にはまだ表作ってません。なので、後から表作りますけどね、喋ってからね。今はアメリカのホームページ見ながら喋ってます。で、あの、ホールアウトしてない3人が、ドイツのオリビア・コーワンっていう選手。今、 3アンダーで22位タイです。で、もう一人。アメリカのケイトリン・ポップ・バディっていう選手。この選手が2アンダーですね。33位タイ。で、もう一人が17、あ、この人ですね。デビー・ウェバーっていう選手。この選手が今、イーブンパーで49位タイですね。 まあ、イーブンパーということは、あの、しちゃんと同スコアですね。だから49位タイか。シブコちゃんの49位タイは決まりか、それとも18番でバーディー取って、一つ順位が落ちるか、もし知れないという感じですかね。だから、この3人が明日、サスペンドと,と書いてあるので、明日の朝1番でスタートして、残りの18番をプレイして、まあ、その18番の あの、何て言うのあの、どこで、まあ、セカンド地点でもう、あの、日没サスペンデッドとなってしまったのかっていう、そこまではちょっとわからないですけども、続きをやってね。で、その続きをやった後で、正式な、あの、二日目が終了っていうことで、あの、全部決まります。で、今のところカットラインは1オーバーということです。 なので、暫定順位ではありますけど、もう大幅に落とすっていうのは多分ないかもしれないけど、まあ、今日のしぶこちゃんみたいにね、18番ホール残してますから、この難しい18番ホール、ピンの位置は変えないと思いますので、これでミスして、ダボ取り、打ってしまうと、この選手が一人、順位が下がってしまうので、って言っても、まあ、順位下がっても、そんなに変わらないか。 変わんないね。多分もうこの1オーバーまでがカットラインは決まりかなという感じですね。62体なんですけども。62体はたくさんいるのでね。この3人がみんな大幅に落としてしまってもそんなに変わらないかなと。2オーバーの人があのカットライン内に入ってくるっていうことはないですね。これ決まりですね。で、まあ、順位いってみましょう。まあ暫定順位ですけどね。 トップが、チャーリー・ハマさんが来ましたね <laughs>。チャーリー・ハマさんが来ました。そして、ネリー・コルダも来ましたね。いやー、来ちゃった、ネリーが。やっぱ強いね、ほんと。ミスする時もね、映像でき、初日出てたんだけど、そういうミスするところを見たらね、あ、ネリーもやっぱり人間だなと思いましたけど、まあ、全米女子オープンだよね、あの、衝撃的だったのはね。 池3連発。池ぽちゃ3連発。あそこから狂ったもんね。よく戻してきましたよね。で、3位タイにね、アレクサパノーが入ってるんですよね。今日6アンダー出してるんですよ。で、この選手ね、66位だったんだけど、この順位で終えると54位まで上げてくることになるので、しぶこちゃんを抜かすことになる選手の一人になってしまうので。ちょっとこの選手、 落としてくんないかなとかって。そういうね、性格の悪いことを言っちゃダメですね。やっぱりね。人として良くない。ね。渋子ちゃんはそういうことは願っていないでしょうからね。はい。で、まあ日本人選手はこんな感じになってますね。ナッサーが5アンダー、8位タイ。カルロタ・シガンダもね、来てますね。 カルロとシガンでもね、63位だったのが60位に上がってきちゃいますね、これね。はい、で、勝みなみちゃんが4アンダーで16位タイ。で、先ほど言ったしぶこちゃんがイーブンパーですね、49位タイです。で、それから下は予選落ちになるでしょう。まだ決まってないけど、多分、あの、このワンオーバーの順位の人たちがたくさんいるんで、 まあ、これはちょっと難しいかなと。なので、最後、真央ちゃんのルーキーオブザイヤーは、イムジンヒの成績次第ということになりますね。最後、真央ちゃんは2オーバー、73位で予選落ちと。西村稲ちゃん、稲見萌音ちゃん、吉田ゆうりちゃんも89位体で予選落ちと。6オーバーだったら笹生ゆかちゃん、104位体で予選落ちと。8人出て、ねえ、5人が予選落ちしてしまいましたね。 で、イムジンヒがセブンアンダーで3位タイなんですよね。3打差です。優勝あるかもしれないというのがあって。で、吉田ゆりちゃんですよ。吉田ゆりちゃんどうかというと。まあ、かかってくるのが、吉田ゆりちゃんがこの試合始まる前は100位だったんですよね。ちょうどぴったり100位だったんですよ。で、101位の選手に抜かれて予選落ちになってしまったので、 この選手が予選落ちしてくれないともうダメだということになってしまいます。で、その選手は誰かっていうと、フィリピンのビアンカ爆弾カなんです。ビアンカ爆弾カなんです。この選手はね、あの、わざとこういう表記にね、あの、あれなんですよ。Google の翻訳がね、こういうふうに一度訳しちゃってね。 <laughs> そのまま使ってますけどね。ビアンカ爆弾かな。3アンダーなんですよ。3アンダーということで、この選手が今22位タイにつけております。この選手が101位だったんですけども、この成績だと94位になるな、ということなんですけども、じゃあ予選を通過しました。じゃあ予選通過した中でビリッケツだったらどうなりますかと。なんですけども、多分、 予選通過のメンバーっていうのは72人になります。今ホールアウトしてないって言ったあの3人ね。18番ホール残ってるって言った3人が大幅にスコアを落として言っても、まあ72人以下になってしまいますね。だから今の状態でフィニッシュして72位だったとします。一番ビリッケツの人がね。でも72位だとね、1.8ポイントなんですよね。ビリッケツだったとしても。 まあ、あの、1.3いくつなんですよね。吉田ゆりちゃんとビアンカ・バグダンからのポイント差は。だから、これでひっくり返るということが決定になりました。だけど先ほど言ったようにね、吉田ゆりちゃんね、日本の QT も受けますと。アメリカの QT も受けますと。両方受けますと。っていう覚悟のもとを、あの、やってきたらしいんですよね。で、インタビューの感じでは、あまり悲観的な感じはしないと。 いうふうな印象を受けました。私はね、インタビューの表情から、あと声のトーンとか見ても、やっぱりね、吉田ゆりちゃんは、無理してそういうふうに答えてるっていうよりかは、あの、本当にそういうふうに思ってるんだろうなと。だから、だんだんと自信が出てきた状態で今ここにいると。だから、なかなかこうアジャストできずにね、アプローチで苦労したり、 こういうところからこういうショットが打てないとダメだなとかっていうのを思い知らされたりとかあったと思うんですよ。思うんですけどね。そういったあの中でだんだん調子が上がってきてロッテ選手権で5位タイに入って、いや、これやっぱりいけるなというふうに自信が持ててきた中での1年間戦ってきたトータルでは100位以内に入れなかったけどね。そんな中で、まあ、 Q シリーズ受けて、日本の QT も受けてね、行くと思うんですけど、日本の QT は多分ファイナルから出れると思うんで、26日,あ26日がファイナル、ファイナル QT ですね。で、その後すぐにアメリカ行って、12月5日からファイナル、あの、QT、QT って言わないか、Q シリーズね。あの、ファイナル Q シ、Q スクールの Q, ス Q シリーズね。 言い方はどうでもいいんだけどね。あの、予選会、最終予選ですね。に出場するという感じのスケジュールなんじゃないですかね。なので、まあ、来週お休みして、で、Q シリーズに向けて、あ、QT と Q シリーズ、両方受けるって言ってますから、それに向けて頑張ってほしいかなと思います。はい。優勝予想は、もしかしたら、AI の優勝予想当たってしまうかなと。 両方入ってるんですよ。ネリー・コルダも入ってるしね。ハナ・グリーンも入ってるしね。あ、ハナ・グリーンは入ってないか。あ、チャーリー・ハマさんは入ってないな。<laughs> チャーリー・ハマさんは予想に、ね、入ってないですね。はい。だから、まあ、ネリー・コルダが来れば AI の優勝の予想が当たりということです。はい。それではコメントを読まさせていただきたいと思います。今回はちょっと少なめでしたけどね。えっ、ー、と、まず、ロプノールさん。 マスダ乃選手後半2つボギーが続いたけどラスト18番でバーディー先週とは違いは歴然これで、えー、優勝戦線とシード権争いに踏みとどまり踏みとどまりましたねと先週の敵は鉄は踏まないと最,最終戦です、えー、強いマスダ乃選手への覚醒を期待していますということですねまあ あの今日が大事ですよね3日目が大事ムービングサタデーでドンと伸ばしてあのちょっとリードしてあの最終戦最終日行きたいよね追いかけるっていう立場ではなくてね、はい、追いかける立場だっていう方があの楽なのかもしれないですけど守る方が難しいっていう人もいますけどね大幅に、ね、リードしてのっていうね 6打差ぐらいつけてね。山下美桜ちゃんに6打差ぐらいつけてね。ちょっとね、最終日臨みたいですね <laughs>。ちょっとそこまでは難しいかな。まあね、ちょっとあの楽な勝ち方をまず最初にしといて。で、一度優勝したらガラッとこう、あの、気持ちが変わりますからね。自信も持つし。あ,あ、これ優勝できたと。じゃあ次も2勝目頑張ると。 いうことで競った時にこうどれだけいけるかっていうのも次に味わったりとかね、まあ、最初はどんな形であれ雨で中止になって優勝とかでもいいからもうとにかく優勝してっていう感じですかねはいそれから、えー、たかちゃんさんりょうさんお疲れ様ですワウワウオンデマンド日本人専用カメラ、えー、予定変更で日な子さんスタートに合わせて、えー、放送放映変更になりました合わせてユナさんも1組後ろなので 2人中止になりましたよと、ねまああの2日目の予定とかは私見てなかったんですよ。コロコロ変わるから。あの正式なあの、ね、放送予定は SNS で発表しますっていう形をとってるので表示表示があのコロコロ変わったりするんで私見てなかったんですよ。 だからまあどういうふうに表示されてたのかは知りませんけどもねあのー、まああの変更になることはしょっちゅうありますねでしぼこちゃんに合わせてというよりもまああのアメリカのホームページが間違えてるっていう時間帯が間違えてる正しい情報をちゃんと仕入れてからっていう感じのこともあるんじゃないですかね間違ってることたまにありますからねであのー 何でしたっけどなたか日の子さんを見るためにワウワウ加入したのだから専用カメラで写してもらえないなら解約するという方いましたよね大丈夫でしたかねといや解約する方はそこまでの人ですだからあの例えばねワウワウの意図的にね例えば初日あの本放送の方で放映しましたで一緒に出てたあの ネリー・コルダとか、パティ・タワタナ・キッドとかであとリリア・ブーとかそういったあの上位の人たち常連の人たちのプレーとかも映りますよねそういったのも見なさいよとちゃんとゴルフ見なさいよという意図もあったのかなとでちょっとゴルフに詳しくなってああやっぱり渋野ひな子ってここがすごいんだなとただ人気があるだけじゃなくてゴルフの あの腕もあの技術もここの技術的にはすごいところがあるんだっていうのをちゃんと把握してほしいっていうのも意図的にあったのかなとかってちょっと思ったりねいっぱいいるでしょ渋子ちゃんファンってその中にも層があるんですよね超ゴルフに詳しい方とで詳しいから渋のひなこのここがすごいんだよっていう技術的なものっていうのをあのちゃんと見て あのここがいいと分かる方とまあそこじゃないんだよとか、えー、そういった感じで、ね、人柄とかそういったあの皆さんにメディアの対応とかいろんなこうファンの対応とかそういったのも含めて好きなんだよと意外性があったりと、ね、びっくりするようなスコアを出したり調子悪いと言いながらもねあの頑張ったりするシーンとかがあのいろんな面があって渋子ちゃんが好きなんだという。 方なんかはあんまりゴルフの内容とか見なくていいと元気に笑顔でプレーしているところは見たいという方もいらっしゃるので、そういった人はちょっとねあのあんまりこう放映時間が少ないと見ないとかいう形になってしまうのかなと思いますよね。ゴルフの内容もうちょっと詳しくなってほしいなっていう。 そうしたらもっと違う見方ができるし他の選手にもこういういいところがあるっていうのを分かってもらえてよりゴルフが楽しくなるっていうのがあると思うんですけどね。はい、だからあのネリー・コルダもこんなミスする,するんだというのを知るとあさっき渋子ちゃんがミスしたところあネリーもミスしてたねとかねそういった見方もできるでしょう。 だからちょっとねいろんな見方をしてほしいなっていうのも多分ワウワウさんにはあるのかなとそうしたら渋子ちゃんが調子悪い時でも例えばね西村由奈ちゃんとか飛距離出ない人がこういうか感じでこう戦ってる頑張ってるっていうのを見たりしてね応援したくなったりとか続けて渋子ちゃん以外の人も応援してくれると、まあ、そういったあの日本人専用カメラ渋子ちゃんだけではなく他の選手た たちもも楽しんでもらえるような感じにファンの人たち視聴者の方たちがなってくれたらもっといいのになっとというあの思惑もあるのかなとかって思ったりもしましたけどねまあそれだったらしぶこちゃん専用チャンネルっていうのをね別途で作って <laughs> あの別料金でねあのワウワウのしぶこちゃん専用カメラで月額1,000円とかね <laughs> <laughs> そういうねあのやつ入る人多分いるだろうからね他の人は別に見たくないんだよしぶ子ちゃんだけ見れればいいっていう人はそ,そういうねちょっと月額料金安くてもしぶ子ちゃんだけを見たいっていうそちらの,あの加入者でしぶ子ちゃん専用のカメラを買って<笑><笑>まあ,あのカメラも高いからねそんなにこうしぶ子ちゃん見たい そこだけでいいっていう方がものすごい入るかっていうとどうかなっていう感じですけどねわかんないですねはいそれから JP さんお疲れ様ですさすが山見道のく一人旅で最後まで行きそうですねどうかなわかんないですねさすがの山までもどうかなというわかんないですよこれはね やっぱりこの選手でもこんなミスするんだっていう時が出てくる可能性も今まで何回も見てますからねこのままいけばもうこの選手楽勝でしょうっていうのが全然楽勝じゃなかったりとかねあるんでちょっとまだわかんないですね混戦を勝ち抜いて勝った人の方が見たいなと見る側にとってはね選手はきついけどねちょっともう大幅にリードして安心して18番ホールを迎えて ファンにこう声援を受けながらその声援に応えながらあのフィニッシュすると優勝ねウイニングパットを決めるっていうのも選手はやりたいでしょうけどね見てる方は興奮したいよね,ねやっぱり競ってるとこ見たいで勝ちきってちょっと緊張感がありながらも最終ホールっていうねそういうのは見たいでしょうまあ選手にとっては酷だけどねまあ正田メちゃんもそういう 勝てるあの選手になっていただきたいなと思いますけどね。正夢もタラレバはあれですけど1617がもったいなかったなでもここまで来たら今がビッグチャンスなんで正夢に勝ってほしい。えー、さあこれからしぶこです。なんとか上にとまあ渋子ちゃんね、まあ、頑張ってますからね。しぶこちゃんも応援してあげてください。で、えー、秀樹さん。う、えー、さん私も応援してるプロはいますがアメリなので。 まあ、エッティね。まあ、今週お休みしてますね。JLPGA 内では特にいないですと。その時の気分で応援してますね。まあ、いいんじゃないですか。そういう人も多いですよね。私の友達にもいます。はい、まあ、この選手、別にファンはいないんだけど、この選手が勝つと思ってたら、競ってきたからなんか面白いゲームになったねとかってね。そういう見方する人も多いですね。 はい、それから KH さんぶこちゃんうさんが好きそうな体型の同い年の龍類心何言ってるのいや分かってないな分かってないね2人とも予選通るといいですね私龍類心が好みの体型ではないですよ KH さんは多分ですけどね細身の方が好きなんじゃないですか 細身の体型の方が好みなんじゃないですか。あの、少しぽっちゃり。で、かなりぽっちゃり。で、おデブちゃん。とか、こう、いろいろ、こう、体型にもいろいろあるけれども。まあまあ、あの、KH さんは細身の方が好きなんじゃないですか。ちょっとぽっちゃりも、あの、デブの部類に入れちゃうんじゃないですか。もう一緒くたにしちゃうと。で、リュウ医師もそこに入るだろう。ぽっちゃり好きのあんたは、 竜瑠璃心好きでしょうと。っていうふうに思ってるんじゃないですかね。全然違いますね。女性のね、体型の違いっていうのはね、もうちょっと研究してほしいなと思いますね。私はちょっとぽっちゃりが好きですね。ちょっとふっくらした子が好きです。で、あのー、さくちゃんとか、あのー、コとこちゃんとか。で、もうちょっと太めになってくる、あべみとか。 いうこう人それぞれこういろんな体型はありますけど同じ体型の人はあんまりないけれどもじゃああんたは誰が好きなのと体型だけで言えばあんた誰が好きなのと言われたら一番最初に挙げるのがアメリカツアーでは韓国の <laughs> 韓国のキム・セヨンちゃんですね。 彼女が一番理想の体型に近い選手です。私の,あの好み、女性の好みの体型で一番好みというか。ね、まあその時によって痩せたり太ったりってね、人だからありますけどね。たいあの、キム・セヨンちゃんぐらいの,あの子が理想の体型ですね。表情よりも少しぽっちゃりした感じ。肉付きのいい感じね。腰回り、ちょっとこう、 あの夏場なんかはお腹出してるじゃないですかドライバースパーンと打った時にはお腹がチラッと見えるそういったウエアを着てる選手が多いですけどもねそのキム・セヨンちゃんのお腹周りうんちょっとこうポチャッとしてていいかなっていうそのぽっちゃり具合が一番私は好きなんですよ劉瑠璃心ちょっと私の中ではあの全然違う部類のあの部類的にもね 全然違いますね。あの、竜瑠璃心だったらもう、安部美の方が全然いい体型してますね。なぜかというと、お尻が大きいんですよ。竜瑠璃心、お尻小さいんですよ。肩幅あって、ウエストあって、お尻小さいんですよ。これ、男性的なね、あの太めのタイプなんで、これ、全然体型的には安部ミと正反対なんですよね。でも ケイチさん、ん同じ体型に見えてませんかちょっと太ってる感じだよねぐらいにしか思ってません全然部類が違うんですよ。あの顔でもね、丸顔と細身の顔といますけども、丸顔の反対は四角い顔なんですよ。あの、わかりますかねわ <laughs> かんないかな。まあ丸顔の反対は細身じゃないんですよ。 細身がふっくらしてくると丸顔になるんですよね。だけど丸顔と四角い顔、あの顎のエラが張ったような感じの顔、あの四角い顔の人っていうのは、まあ似ても似つかない別の部類の,あの顔の種類になるんですよ。それと一緒で、竜類心のちょっと男性的なお尻の小さいあの太めの方、女性の方と、 あべみのようなあの胸もお尻も大きくて、ちょっと太めな感じとまた別なんですよね。方向性が全く別なんですよ。だけど、ちょっと太ってるよね。でこう一緒くたにしてませんか？全然違うんですよ。まるっきり逆なんですよ。私からすればまるっきり逆逆なんですよ。なのであの全然違いますので、そこのとこよろしくお願いしますね。はい、もうちょっと女性の体型のことは？ あのその人のね圭一、まあ、さんの好みもあるでしょうからあの分からなくて当然だと思いますけどね私の女性の好み,好みはそんな感じですねまあ日本ツアーだとやっぱりクちゃんが一番ですねだけど理想を言えばクちゃんが少しもうちょっと細くなった感じが好みですね だからあのキム・セヨンちゃんが一番あの体型的にはいい感じですね私の好みとしてはねぶ子ちゃんはちょっと細すぎるんですよ、私の中ではで背が高すぎるんですよねなのでぶ子ちゃんは体型で好き,な好きにはなってないですねあの外見とかそういったことでぶ子ちゃんを好きになってるわけではないですねあのゴルフの内容とか人柄とかいろんな違う面で好きになってますね 私の友達はしぶ子ちゃんはスタイルがいいとあの。結構胸もあるということで好きだと言ってる友達もいますけどもね。私はそっちじゃないんですよね。しぶ子ちゃんのことでなんかこう胸がどうのこうのとかね、あんまり言ったことないでしょ。ね。まあ、あの、安倍美は安倍美ですごくいいですね。<laughs> 私付き合った女性、あんな感じの人が多いんですよね。<laughs> なぜかしら。 ね胸が大きくてちょっと太めでお尻も大きくてっていうあの女性と付き合った経験しかないですねそういった人ばっかりと付き合ってますねなぜだろうね分かんないけどねまあいいんですけどねそれと最後ですね津島さんでいいのかな津島聡さんでいいのかな「ひなちゃんいい調子ですね笑顔が見たいよ」と「今日は笑顔が多かったですよね」 ちょっとね、こう、ボギーもあったから苦笑いみたいな感じのところもあったけど、初日よりは笑顔が多かったんじゃないかなというふうに思いますね。全部は映ってないからね。あの、あれですけどね。なので、ちょっとね、渋子ちゃん巻き返してね。なんとか来週も出場できるようにと。まあ、優勝までって贅沢は言わないですね。だけど、まあ、狙えるところまで。 あの、調子を上げていって頑張ってほしいかなと思いますね。上位に行くだけで沸きます。渋子ちゃんの場合はね。優勝しなくても。で、あの、来年。まあ、来年と言わず、あの、来週の出場権を得て、ツアーチャンピオンシップ6億円をゲットしてね。<laughs> もう大フィーバーで今年のツアーを終えてほしいかなと。まあ、そう願いたいですけどね。まあ、相手がたくさんいっぱい、ね、 強いのがゴロゴロいますんでそんな簡単ではないっていうのを渋子ちゃん本人が一番分かってると思いますけどねでもあの期待してしまう選手の一人なので、ね、まあとにかくあの一打一打前向きにねもう頑張ってほしいなと思いますこのチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもねいろいろな動画をアップしていますこのチャンネルのアイコン 侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「